3年ぶりの日本楽しかったな。でも今回日本に帰ってみて思ったことは、もう少し子供の未来に目を向けてほしいと思ったな。よし、このことをシェアしよう。こんにちは、こんばんは、あさきです。というわけで今回は去年3年ぶりに日本に帰ってみてと気づいたことがいくつかあったので、それを皆さんにシェアしたいと思います。まずね、本当に日本は便利だしすごい安全だと思いました。フードコートとかで荷物置きっぱにしても誰も取らないし、あとは携帯とかをなくしても絶対に帰ってくるし、そこら辺の安全性はやっぱりすごいなっていう部分がありました。でもその反面、もうちょっとこう原点に戻って見直してもいいんじゃないかなっていう部分もいくつかあったので、それをちょっとシェアしたいと思います。まずは何が気になったかっていうと、公園。今回本当にね、閉鎖されてる公園がすごい多いなと思ったの。コロナ以前は使われていて、 でもコロナが原因で閉鎖になっちゃって、この閉鎖されてる間に錆びちゃったりとかして安全性にも欠けちゃって、今なお閉鎖されてるっていう公園がすごい今回多いなと思って、でそうすると子供たちの遊び場がなくなっちゃうじゃないですか。じゃあ公園じゃなくて違う広い土地で遊ぼうってなった時も、その広い土地がないから結局ゲームをやってる子が今回すごい多いなと思ったんですよね。なんかその例えばモールの中だったりとか、モールの中でお母さんたちはお買い物してんのかな、で小学生の3人ぐらいがモールの待合室みたいなところでゲームをみんなでやってたりとかしてて、でまあでもこんだけ遊ぶところがないならゲームするしかなくなっちゃうのかなってちょっと思いました。で次にこうなんか違和感じゃないんだけど、なんかこうハッて気づいたのが、すっごく物が多いこと。コンビニとかスーパーとか、まあ、ドラッグストア、100円ショップとかもそうなんですけど、かゆいところに手が届く商品がすごい多いなって思いました。これはでも日本人独自のおもてなしの心があるからこそ気づくものだったりとか、かゆいところに手が届くように発明されたものばかりだなって私は思ったんですね。でそれはとても素晴らしいことだと思うんです。である反面、こんなに物が溢れてっていうことは子どもの想像力とかを邪魔しちゃわないかなっていう不安がちょっとよぎりました。こうなんて言うんだろうな、物が多いからこそ自分で何かを作ってみるとか、これとこれを組み合わせた時に何ができるっていう発想とかがなくなっちゃうのかなと思って、そこはちょっとと不安に思いました。本当に子供たちの想像力って無限だし自由だし、大人のように型にはまってないからこそできることもあるのかなって私は思ってるので、だからなんかその発想ができる場所がちゃんとあるのかなっていうのがちょっと私の今回気づいた部分でした。物がいっぱいあるからこそ逆にいろいろ発想できるっていう部分もあると思うんです。こっちの子だとやっぱり手が届かないものだったり見たりできないものとかもあると思うので、なんかそこでこううまく発想力とかを鍛えられるものがあればいいなって思いました。であともう一つは、まあ、日本はゴミが落ちてなくてすごいクリーンな街としても有名じゃないですか。今回日本に久しぶりに帰ってみてゴミ箱の少なさに本当にびっくりしました。今回私よく利用してたのがコンビニのコーヒー、インスタントコーヒーみたいな、あの氷が入ってるカップだけ買ってコーヒーをその場でビーってやるやつとかを結構利用してたんですけど、でそれをまあ買って飲むじゃないですか。数十歩歩いちゃうとゴミ箱がないんですよ。でもゴミは落ちてなくて、だから今回外国人の方が不思議に思うのがすごい分かりました。レユニオンは結構等間隔にゴミ箱が設置してあるんですけど、にもかかわらず道にゴミが捨ててあるんですね。これはちょっと私がレユニオンに来てから思った不思議の一つです私が生まれ育った日本は四季もあって風情豊かですごい素敵な国です。でも
この国で子供を育てるのはちょっとどうなのかなって今回3年ぶりに帰ってみてちょっと正直思ってしまった部分ではあります。簡単に言うと夢がなさすぎる。今の日本って少子高齢化で子供がどんどん少なくなってって高齢者がどんどん増えていく社会なんですけど、単純な話、子供が少ないってだけでその分夢がどんどん少なくなると私は思っていて、ということは今のその政治とかのお偉いさんはお金にならない未来には投資はせずに今現在お金になる高齢者たちに投資をする、そんな場所に自分の子供たちをちょっと置いておきたくないなって思ってしまいました。だからといって日本で生活をしている人たちを批判しているわけではないです。決して絶対そういうわけではないです。単純に言ったら私はその場から逃げただけで、私の根本にあるのが自由にいろいろな文化いろいろな人種の人に会ってさまざまな視野視点価値観を持ってほしいっていうのが私の根本なので、その私の根本に今の日本の社会はちょっと合ってないかなって思って逃げたっていうだけです。日本にいるからこそ受けれる恩恵だってもちろんあります。四季を感じれるし最新技術や最新テクノロジー最新のおもてなしにも触れられます。これは本当にすごいいいなって毎回思います。やっぱりサービス面だったりとかはやっぱり日本はズバ抜けてると思うので、これはすごく素敵なことだと思います。ただ単に私の価値観が今の日本には合ってないのかなってちょっと今回3年ぶりに日本に帰ってきて思いました。決してこの動画は、どっちかが悪いどっちかがいいっていう話ではなくて、今回私が日本に帰ってきてみてこんなに変わってるのかって驚いた部分を紹介してみました。この動画面白かったと思ったらぜひいいねボタンお願いします。 See you the next set video メッセージクリケーションジェムランデブーアラボシンビデオアビアントバイバーイ。